半田先生はやっぱり外国語の日本語でギターを弾きながら歌うっていうのは本当にすごいことだなと思って。難しいですよね、歌を歌いながら、しかも外国語でっていうのがすごいなと思ってます。と次に聴いていただくのが、韓国の K-POP ですね、IU さんの組を入れまんなよ金曜日に会いましょうっていう歌です。今度は私が花瀬先生と一緒に韓国語で歌いたいと思います。